経験もプロセスとしては大事だけれど、今の君に必要なのは理論だ。そうか。君か、もっと効率よく体を鍛えるにはどうすればいいかという質問を受けたんだよ。で、ん？ああ、筋肉細胞は一旦破壊しないことには新しい筋肉が作れないんだ。その後睡眠をとることも必要だよ。眠ってすぐの1日間は成長ホルモンの放出が盛んになる。ただし毎日続ければ効果が上がるというものでもない。筋肉生成はもっと奥深いものなんだ。なるほど、さすがだな、ヒカミ。このくらい序の口だ。序の口なのか。ああ、序の口だ。そうか、序の口か。ヒカミ。なんだ。時間があったら俺のトレーニングプログラム見てくれないか。ああ、構わないとも。正しい理論に基づいたトレーニングは君を格段にパワーアップさせるだろう。保証してもいい。パワーアップするのか。ああ、パワーアップだ。そうか、パワーアップか。では行こう、芝君。あ、じゃあな、佐々木。失礼するよ。